皆さんこんにちは。ぜひこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス、スマホ決済、あなたは還元派、割引派、メリットやデメリットを解説ということで、今回は、現在、PayPay などのスマホ決済に関しては、それぞれ還元であったりとか、もしくは割引であったりと、コード決済によってバラバラです。そこで約半年ほど僕がいろんな Pay サービスの中で、まあ、例えばその還元や割引などを使って感じたメリットやデメリットなどをサクッとそれぞれお伝えしていこうと思います。 まあそもそもどのスマホ決済が還元で、どのスマホ決済が割引なのか簡単に紹介したいと思うんですけども、まず還元なんですが、ペイペイ楽天ペイ D 払い、l i n e ペイなどが挙げられます。もちろん他にもあるんですけども、例えばペイペイだとペイペイボーナス、楽天ペイは楽天ポイント、D 払いは D ポイント、l i n e ペイだと l i n e ペイボースナスっていう感じに、まあ決済会社によって結構もらえるものはもちろんバラバラです。 次に割引なんですけども、まあ、主なスマホ決済で言うとやっぱりオリガインペイですね。あとは割引に関連して出てくるのはやっぱりクーポンなんですけども、主にま、LINE ペイのクーポンとかメルペイのクーポンとか、あとは AU ペイなどのクーポンっていうのが結構クーポン出してたりもします。 そして、ここからは、先ほど冒頭にもお伝えしたように、還元、そして割引についてのメリットやデメリットについて簡単に解説します。まず、還元についてのデメリットですね。まず一つ目っていうのが、還元されるまで時間がかかるということで、まあいい例で言うと、ペイペイとか楽天ペイなんですけども、まあペイペイのボーナスや、楽天ポイントが還元されるまで約1ヶ月ほどかかったりする場合もあるので、まあその場で割引をされることと比較すると、ちょっともやっとしますね。もちろん、まあメルペイだと翌日に還元されたりとか、ライインペでもキャ ンンペにによってはは即時還元されるものもの中にはありまた、まあ、多分これは僕だけかもしれませんが、二つ目は毎回計算が面倒ということですね。まあ、算数は苦手だったんですけども、今はこのキャッシュレスの発信のおかげで、まあ何還元などの計算は比較的にまあスムーズにできるようになりましたが、キャッシュレスになれるまで結構大変でしたね。しかも値引きの場合はイメージしやすいんですけども、何還元という時は本当頭がこんがらがってしまいます。 次に還元のメリットなんですけども、まず一つ目っていうのは、還元されたポイントで買い物する優越感ということで、これはですね、まあ完全に自己満なんですけど、これまで PayPay ペイペイや楽天ペイとかで還元されたポイントとかボーナスでお買い物するときってなんだかこう優越感に浸ってしまう僕がいるんですよね。例えば、これもらったポイントで買い物してるんだよね、みたいな感じで、まああまりこれに関しては、まあ視聴者さんからの共感を得ることはとても難しいと思うんですけども、やっぱり還元された分 ででののののお買買いいいい物物はももももととなななかっったつ以上に楽しくなっちゃいますね次、二つ目は、還元された時は歓喜ということで、もちろんもらえることは分かってるんですが、これは例えば PayPay ペペとかの残高を全然入れてない状態で、ふと PayPay ペペの残高を見たら、前の月に使った分の還元がドーンとされていたりすると、やっぱり分かっててもよっしゃーってなりますね。まあ、これもまた還元ならではの楽しみ方かなというふうにも思います。そして次に割引についてなんですけども、 割引のデメリットからお伝えします。まあ僕個人としては割引についてのデメリットはあまりないと思ってたんですけども、一つだけありました。もうすでに出てるんですけども、クーポンの有効期限を忘れるという、まあこれは以前スマホ決済あるあるの動画でもお伝えしたんですが、完全にこれは僕自身の管理が甘いだけなんですけども、ほんとクーポンの期限を忘れて使えなかったりすることが、スマホ決済デビュー当時は多々あったので、まあ無理のない程度にしっかりと使い切りたいなと思います。 次に割引のメリットなんですがこちら一つ目っていうのが何も考えなくて買い物ができるということで、まあ、例えば200円引きとかだったら、まあ、引き算なので比較的頭の中ですぐ計算ができるので結構割引は使いやすいかなと思います何還元となればまずスマホの電卓からスタートするのでそれと比較すると割引の方は使いやすさはありますね 次二つ目っていうのは管理がしやすいカッコオリガインペイということで、まあスマホ決済自体は全部数字が出るので、還元と割引関係なしに管理自体はすごくしやすいですが、例えばオリガインペイの場合は、 口座と連携していると即時引き落としができるので、まあ自分自身の口座があとどれぐらいなのかっていうのが瞬時にわかるので、まあそれがまた魅力的ですよね。なので、ね、もっとわかりやすく言うと銀行口座直結のデビットカードと似た感じで決済したらすぐに引き落としがかかるという感じですね。ちなみにその機能を持っているスマホ決済はオリガインペイの他にもゆうちょが提供しているゆうちょペイとか、あと銀行が提供しているペイ関連のサービスとかですね。まあ一応ざっとこんな感じですね。まあこの動画では僕なりに簡単にまとめただけなので、まだまだこれから スマホ決済を使っていく上でたくさんまあ メリットやデメリットっていうのはまだ出てくると思います。まあ、そんなコーナーで今回はスマホ決済の還元と割引のメリットやデメリットについてお伝えをしました。まあ、ぜひですね、いろんな意見や突っ込みたいところはたくさんあると思いますが、視聴者さんはまあ還元派なのか、もしくは割引派なのかなどあればですね、下のコメント欄に書き込んでいってください。まあ、10月からもうオリガインペイの還元率が8%だったり、ペイペイだと10%だったりと決済会社によってバラバラなので、まあ、実際に僕自身がまた使って改めて感じ取ったことなどがあれば、また動画にしたいなと思います。 なと,思いますということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。